始める？大丈夫？大丈夫。大丈夫。いろいろまたドタバタしてしまって、ちょっとネタバレになってしまった感があり、こっちでみんなで笑ってましたが、でもまあこれでいいと思ってます。ちょっとそれをボリューム落として、長い長い長い時間をかけて作ったものができました。直接ここで、皆さんにご報告申し上げます。ひふみよライブの全曲を収録した CD3 枚組、1994年から1997年のドゥアッチャライクの本、最近2年間のウサギをまとめた本、東京の街が奏でるをテーマにデザインした白蝶貝という貝に彫り模様を入れたボタンが12個、写真とひふみよライブのトガキと解説がついたカードが27枚、それを立てる写真立てが7脚、この写真立ては僕が眠っている時に夢の中で形をデザインしたものです。 CD は和紙を縫い合わせた紙に袋に入っています。ドゥアッチャライクとウサギは、外側は洋風のデザインですが、本文は和紙でできています。これは僕らが外側は洋服を着ているけれど、内側はやっぱり日本の街の人であることと揃えたつもりです。箱は手で触って気持ちよいようにデザインを型押ししています。どれも宝石のように作りました。長い間の魔法を込めて、それが発売になります。で、発売は今です。今ここで発売です。それで本当はその、我ら時 .com へ行くリンクを僕がここで上げてみんなで行くということだったんですが、なぜかファイルが違う名前になっていてちょっとバレてしまっているんですが、ちょっとお待ちください。我ら時に .com に行くの、発売する作品は我ら時というタイトルです。種明かしをすると、この作品をこの春発売することはずっと前から決まっていて、それを祝う意味でオペラシティが計画されて、それを発売するポップアップショップと展覧会が計画されてという流れでした。ネットでは今日から買えます。今から買えます。コンサート会場とポップアップショップでも買うことができます。まずちょっと説明をしてから購入画面をアップしたいと思います。1997年頃の僕にとって一番簡単なことは CD を出し続けることでした。その頃の僕はとても人気があったし、レコード会社も周りのスタッフも今思うととてもしっかりしていて、セッティングは整っていました。だからそのまま10枚くらいまあまあのアルバムを出したり、他の人をプロデュースしたりするのは一番楽にできることでした。続けるというのは時には一番簡単だったりします。結婚生活もただ続けるのが一番簡単だから続けているというカップルもいます。当時の僕は自分がやっていることを知れば知るほど、これはこのまま続けてはいけないというか、続けなくてもいいことなのだなと思うようになりました。誤解がないように言っておくと、僕は続けて CD を出しているミュージシャンはとても尊敬しています。でも僕自身が何をすればいいかというと、それは続けることではありませんでした。でも音楽が嫌になったからやめたというようなことはありません。むしろ音楽がとても好きなので続けなくなったという方が当たっています。クラシック音楽の曲でピアニストがピアノの前に座ってピアノを開けて、でもピアノを弾かないで4分33秒の間静かに座っているという曲があります。僕の場合もそんな感じがあります。4分33秒ではなくて十数年になるのですが、僕と音楽との関係はピアノを開けて弾かないで座っているピアニストとちょっと似ているかもしれません。でもここで一つ音を鳴らしてみます。一つではなくて怒涛のように、3枚組で鳴らしています。ただのライブじゃんとか昔の曲じゃんと思うかもしれないのですが、それは聞いていただいてどういうものか感じていただければと思います。
このライブ版はものすごく上がります。危険なくらい上がると思います。それを可能にしてくれた、一緒に演奏してくれたみんな、そしてスタッフのみんな、そして勇気と刺激を与えてくれた友人のみんなに心から感謝しています。なので今日はここで、我ら時が完成した打ち上げをやっています。20年近く本当にどうもありがとう、お疲れ様でした。スカパラ、ステラマン、ソウルセット、ヒロシ、タケイ、グッドマン。マシロ。そしてコンサートにいらしてくれた皆さんの熱気と賢さと考えの深さと美しさに本当に感謝いたします。お会いしたことはないのですが、ナタリーの大山拓也君のものがありました。あれは本当によく聞いてくだされていることが伝わる文章でした。ほとんどのことは、拓也君の理解が合っています。でも彼は一つだけ間違っていて、その間違いが実によくあの時の雰囲気を捉えている。コンサートの最初に、僕がギターをかき鳴らしながらその街の名前を言うという部分がありました。それはコンサートの中心にあるものなので、当然初日の相模大野からやっていました。でも拓也君は相模大野では街の名前を言わなかったと思うと書いていました。ということは、本当に冷静で賢い拓也君のような人でも、初日に初めて聞いたときは音も聞こえないくらい興奮していたということで、僕はそれが各地でコンサートにいらしてくれた多くの方の気持ちを代弁していると思っています。もう消費されて忘れられても良いような曲をじっと心の中に握っていてくれた人がたくさんいたことを本当に光栄に感じます。今回の CD の一番最初はその初日の相模大野の最初の瞬間から始まります。そこからあちこちの街で皆さんに囲まれて録音された演奏が続きます。僕の音楽は、僕が音楽以外でやっていることと強くつながっています。音楽だけやってろよと言われるかもしれませんが、ああいう感じの音楽をやるためには音楽以外のものがどうしても必要なのです。音楽も文章もひふみよサイトからやっているデザインも、やっていることは全部つながっているので、まとめて一つのものとしてお見せしたいといつも思っていました。いつも思っています。この作品集では全部をまとめて一度に見て、それぞれのつながりが分かると思います。どうして僕の文章やメロディーや歌詞がああいうふうになるのか感じていただけると思います。なので僕のことをよく知らない人でも、この箱一つで一気に知ることができると思います。これは特殊仕様のジャケットなのではなくて、全部で一つの作品です。箱を含めて全部に触って、読んで、聞いて、分かってもらえたらいいと思っています。というところで購入画面をアップするのですが、この購入画面をアップして皆さんがリロード攻撃をして、そしてサーバーが前回のように落ちたら、僕らの負けですが、もしサーバーがまだ立っていて、ちゃんと我ら時 .com、 そしてその先にある購入画面まで行けたら僕らの勝ちです。でもまあこれはほとんど冗談でやってるんですけど、なんだっけ。それでもうネタバレしていたので、この僕がアップしてみて、そして実際に変えたという人が10分間で10人出たら勝ちということにしようかと。それで購入画面が落ちるかもしれないので、それをやろうとは思っていますが、その前に、そうだ、今日来ていたスカパラのライブが、こんなのが、すいません。3月13日、フリーライブです。
代々木公園野外ステージ、いや本当スカパラはでも本当に続けてるすごい例ですよね。この間メキシコでもコンサート見たんですけど、もうめちゃくちゃかっこよかったです。そして CD も出ております。スカパラガモさん、いやいやいや。とやっといて、じゃあこれをアップすればいい。うん、僕やります。あ、じゃあ やってください。はい、あ、もう今いいですか。いいですよ。なんかこれめちゃくちゃ重くなってますよ、僕のコンピューター今も中継してるんですね。東京ひふみをでも書き換えてみますか、インデックス僕、はい、できました。じゃあリロードうわ、重い。うわ、負けるかも。いけないですよ、全然。ウェブじゃないや、コンピューター自身が重いんじゃないかな。リロードできてないですね。リロードできてないですよ。これ、じゃあですね、こっちできてます。本当？じゃあ、僕のコンピューターが遅いだけなので、今、じゃあ10何分切る ?10 分切る 10分切ります。10分中継を止めて、その間にみんなで数えて、買った人が10人出たら、勝ち。ですかね、はい、じゃあ3。どうなんですかね、坊主くん。いいじゃない。じゃあ今とりあえず10分落としますか。はい、10分休止。10分じゃあ休憩します。じゃあ10分休憩で、その間でも休憩をはい、どうぞ休憩です。でもその間我ら時だっとコムに行って、買った人はそうだ、ツイッターで買ったって言ってください。そしたらそれを数えておりますで、いいの、うん、じゃあそれで、はい、一旦、はい、一旦止めましょう。あ、止めずにこのまま音を切ります。